皆さんこんにちは。徳川美術館チャンネルミュージアムショップ店長の竹内です。今回も引き続き特別展時を描く田淵俊夫展の見どころについて副館長兼学芸部長の神谷と一緒にご紹介したいと思います。はい、よろしくお願いします。今回は特別展の内容や展示作品の魅力についてお話ししていこうと思います。タイトルの時を描くというのはどのような意味が込められているのでしょうか。田淵さんの旅先での風景画にはですね、まあ、見たままの風景を描いているものがほとんどなんですが、一見するとドラマチックではない、まあ、平凡な風景と、まあ、見てしまうんですね。でもそう見てしまうと作品の魅力は半減しちゃうんです。単純じゃないんですよ。で、展示作品には時というタイトルのついた作品がいくつもあります。それは単に今の一瞬を描くだけでなく、過去のさまざまな時代のその時その時を思いながら描いてるんですね。で、作品の中に過去から現代までのさまざまな時を感じることができれば、作品の魅力に触れたと言えるでしょうね。作品を見て時を感じることが魅力なんですね。それでは具体的に作品を見ながらその魅力について教えてください。はい、田淵さんは長久手の風景をよく描きました。まあ、15年ほど勤めてらした愛知県立芸術大学のあたりの風景ですね。で、田園風景の中にひっそりと民家が描かれています。まあ、1970年代ですから、まあ、田んぼばっかりの頃ですわ。田淵さんはこの長久手の風景を見て、なんと500年近く前の長久手の合戦の頃を思い浮かべるというんです。戦国時代の強者たちが駆け回っていた時代からずっとこの自然に囲まれて人間が命をつないで生きている。そして今の自然の大きさに比べれば人間の命ってはちっぽけなもんだけれども、確かに営みを続けているという、そんな気持ちがこの絵には隠されていると私は感じるんですね。今を描きながら昔からあの時間の連続性といいますかね、それは取り物を合わさず命の継続性というものへの敬意が込められているんですね。それを聞いてから改めてこの作品を見ると、風景には描かれていないかつての時間を頭の中に思い描くことができますね。それでは別の作品もご紹介ください。田淵さんは作品の中に高圧線の鉄塔やら電柱電線を入れることがあるんですね。で、こうしたいわば人工物っていうのは日本画の中ではおやっと、もういわゆるまあ馴染まないモチーフなんですわ。で、しかしこういうようなものは現代の私たちの営みの象徴のようなもので、絵空事のような綺麗な風景の中にそれが出てくると急に風景が生き生きとしてくるんですね。で、こういう人工物は田淵さんの作品には時々出てきます。で、それに気づくととても絵が面白くなってくるんですよ。最後に今回特別出展の作品についてご紹介をお願いします。はい、特別出展の作品は田淵さんのまあ最新作で、令和の新天皇の即位の最後の儀式である大嘗祭のために依頼されて描いた大きな屏風絵なんですね。で、宮内庁から特別にお借りできましたが、でそこにも同じような効果を持ったモチーフが実は描かれているんです。で、会期の前半しか出品されませんけれども、会場でご覧になって何とか探してみてください。私たち人間が命をつないで営みを続けていることへの感謝の気持ちが私には感じられるんですね。今回の動画は以上です。特別展時を描く田淵俊夫展は4月18日日曜日から開催しています。はい、これまでの日本美術あるいは日本絵画に見られなかった新しいものにどんどん挑戦していらっしゃる田淵俊夫さんの作品、ぜひぜひご覧いただきたいと思います。それでは皆様のお越しをお待ちしております。